はいどうもこんにちは、キングオブタイニールームのケイスケ、過去吉田です。以降吉田って言ってきます。今回は上を向いて歩こうをどんな風にアレンジしているのかというものを解説していきたいと思います。えっ、ー、と、このアレンジ解説動画というの目的に関してなんですけども、<laughs> こんなアレンジのやり方あるよっていうのをですね。 まあアレンジの方法に正解はないと思いますので吉田をこうやってやってますっていうのをご紹介いたします引き出しの一つにしていただけたらなということです引き出しの一つですねとあとは頭の中の紹介アレンジの方法っていろいろな方さまざまな方がご案内してると思うんですよブログ書いたりとかと実際に本に書いたりとかいろいろあると思うんですけどもその中でも私はアレンジの仕方実際にやりながらこんなこと考えてアレンジしてますっていうのを紹介したいと思います えー、私自身、まあ、余談ですけども未経験音楽何もしてない状態から始めたので、えー、音楽の理論もないですし音感もないですキーボードでポーンと弾いてこの音何っていうのもわからないです、まあ、ただ実際にアレンジをやってますので本当に自己流吉田流のアレンジになってますなので、えー、と見る人から見たらなんじゃこの音はとか、えー、といろいろ理論あると思うんですごどう 五道の進行禁止とかなんかいろいろあったと思うんですけどそういったやっちゃいけないこともやってるかもしれないです、まあ、ただアカペラってそういうのも含めて結構自由なものだと思うので、えー、まあそこら辺は目をつぶって本当に初心者向けのとりあえず歌える楽作るっていうのを目的にしたいと思います、えー、あとは本今回の動画集もそうですし、えー、と使うソフトも全部無料ですので、まあ、無料で何でもできる体一つあればできるっていうのがアカペラの魅力だと思います楽しんでください えと今回のアレンジ動画の流れです。全部で5動画は5個になります。パート1、えー、今回の動画ですね、えー、導入編ということで、今ご案内しているアレンジのことと、あとは実際に上を向いて歩こうの吉田的解釈、あとアレンジするための前準備ということになります。パート2、明日以降の動画は A メロ丸1ということで、A メロの最初の A メロをアレンジします。パート3 次の A メルを解説します。パート4をサビ解説します。パート5、A メル0 3解説します。そして全体の修正して、最後に終わりのありがたい言葉ということになります。では、まずは吉田的アレンジという、吉田のアレンジ方法をご案内いたし、ご案内いたします。えっ、ー、と、4つの段階に分かれています。まず1つ。 準備段階ですね。えー、と原曲を聴きまくったりとか、自分の頭の中で解釈をまあ確定させます。この曲はこういう曲だっていう解釈して、まるに頭の中でアレンジ全体をなんとなく作ると。えー、と解釈をもとにこういう流れでこういうアカペラにしようというのを作ります。まる3、頭に作ったものを実際に譜面に起こ,り起こします。これがすごいめんどくさいんですよね。<laughs> アレンジャーあるあるだと思うんですけども。だって頭の中にあるんだもんっていうね。で、まる4、完成ということです。 詳しく見ていきましょう ① 準備の段階ですまずは原曲たくさん聴きますこの曲はどういう曲なのかなとどこで目立たせたくてサビは何回やってとかイントロは絶対必要かなとか感想はこう必要でこういう意味があってとか、まあ、そういうことですねたくさん聴いていろんな発見をしますインプットを増やします続いてアカペラアレンジに限らずいろんなアレンジ版を聴きます YouTube だとねたくさんあると思うんですピアノ弾いてる方とかね えと違うアーティストがカバーしたとかねいろいろあると思うんでそういったカバーやアレンジ版を聞いてこの人はこういう意図があってあこういうアレンジもあるんだなとまたインプットを増やす作業ですねとにかくインプットが大事なのでインプットしていきますそして大事歌詞解釈ですねこの歌詞はどういう意味があるのかと上を向いて歩こうスペース歌詞スペース意味とかスペース解釈とかで検索していただいてん、まあ、こんな解釈この人はこういうふうに考えるんだなと えっと、失恋の曲だと考える人もいれば、すごいラブソングだと考える人もいるし、遠距離恋愛の曲だとか、友達に対して歌ったとか、いろいろ解釈あると思うので、もちろんこれは正解ないと思うんですね。なんでいろいろ解釈して、自分なりの解釈を決めたいです。最後に、改めて原曲を聴くということで、原曲を聴いて、また新しい発見していきましょうと。まあ、聴くときも何回もリピートするんじゃなくて、仕事の休憩中、通体禁のとき、 えー、空きまの時、えー、とかねいろんなタイミングで聞くとまた新しい発見あると思いますの、ね、でガンガン聴きまくってくださいとこちらが丸一番続いて頭の中でアレンジしますと原曲聴きまくって自分なりに解釈できたらあとは全体の流れですこのバンドはこういうバンドだからとか、えー、と90秒アレンジしたいからとか、まあ、簡単にしなきゃいけないなとかサビは盛り上げたい逆に盛り下げたいとかいろいろバンドと合わせてアレンジを決めていきますと 極力細かくいきますね、えー。ここは絶対ベルトン、ここは追っかけとか、ここはこういうハモリでとか、極力細かくいきます。細かく決めて、頭の中でアレンジを完成させますと、えー。最後に、不明に起こす作業ですね。こちらの具体的に不明に起こす作業は、えー、とパート2以降で解説いたしますので、必要なソフト、私使っているソフトは、ミューズスコアという音楽、楽譜作るソフトと、 読み方わかんないんですけど、ジェンコードゲコードわかんないですね。いつもジェンコードって言ってるんですけど、こちらコードを表してくれる結構便利なソフトです。パート2から使います。最後にコード進行表ですね。えー、っと私、音聞いてもコード進行わかんないですので、頭の中でわかんないので、インターネット上で調べて、そちらをいつも参考にしております。とでは、実際にアレンジをしてみようということで、 えと残りの部分この動画の残りの部分は実際に私が解釈したもうを説明してあとはアレンジに入る前のソフトの設定などをご案内いたしますはいどうもこんにちはキングオブダイニールームの吉田ですえっ、ー、と実際にアレンジをしていきましょうまずは「上を向いて歩こう」という曲なんですけどもえっ、ー、と私は楽譜作る時はミューズスコアのソフト起動して 何人かって選んだ後に最初にやることはスタイルですねまずテキストというところでフォントをメイリー用にしたりとか歌詞をメイリー用っていうフォントにしたりフォントサイズ9にしたりとか、まあ、あとはリハーサルマークとか好きなものをまず自分なりに編集します自分なりのして編集して <laughs> あと、一般というところで、えー、とページの余白の設定したりとか、不評の距離とかね、まあ、そういったものは自分で設定をします、まずそして、設定が終わったら、設定、スタイルの保存ということで、今自分が設定したこの余白とかフォントを全部保存しちゃいます。ですね。で、あとは、新しい楽譜を作るときですね、作るときはスタイルの読み込みってして、私であればこちら。 アカペラ6世用何ていう余白とかフォントの設定を開いてあげるとバーンと自分なりの設定したものになってくれるっていうことでまずは見やすい楽譜歌いやすい歌いたくなる楽譜って見やすい楽譜が大事だと思うんですよ日本語変だなまあ綺麗な楽譜を目指すためにまずはレイアウトを先に作りますとはいえーとあとはじゃあ実際にアレンジに入る際に私なりの会食をご案内します えっと、上を向いて歩こうという曲ですね。非常に前向きで、うん、いい曲ですよね。何より上を向いて歩こうって言われたら、メロディーとかなくても、涙がこぼれないようにっていう歌詞出てきちゃうと思うんですよ。それくらい有名な曲で、うん、なんて言うんだろう、すごいよね。<laughs> っていうことですね。あとまあ、歌詞全体としても前向きで、 前向きでやっていこうぜっていう曲だと思うんですよ。で、まあいろんな人のアレンジも聞いてきたんですけども、やっぱりいろんなアレンジありますよね。すごい沈んで暗く悲しい感じでやったりとか、まあ割とそういうアレンジが多いかなと思います。なんだこれ、はい、そういうのが多いと思います。まあ、ただ、えっ、ー、と私の場合は、えっ、ー、と逆ですね。この歌詞聞いてよく 歌詞見たら意味わかんねえよなって思ったんですよ。上を向いて歩こう、涙がこぼれないようにって、いや、そんなこと言う人いるって。普通、例えば悲しんでる友人がいたと、泣いてる人がいたと、そういった場合ってどうやって声かけますまあ、とりあえず話を聞いて、うーん、そうだよねって、うーん、そういうこともあるよねって、うーん、これはしかたないよとか、そういうアドバイスすると思うんですけど、泣きそうな人に対して、うーん、そう,かそうかそうか、泣くな、泣くなって、涙こぼれっから上向いとけって、言う人います いや普通いないでしょああなあ泣くな泣くなって上向いとげって星空にじんで見えるからなんてそんな人いないと思うんですよなんか歌詞見たらよくおかしいなって意味わかんねえなって思ってあなんかこの人坂本九さんは結構ファンキーな人なのかなと思いましたねなので極力アレンジは悲しい感じじゃなくてむしろファンキーでポップな感じにしたいなと思いました、まあ、原曲も スイングしてる、うんた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 って感じなので、まあ、それに合わせて悲しい感じにはしないで、どちらかといえば原曲の明るいところを撮っていきたいなと思います。えー、とサビにあたる幸せは雲の上にっていうところなんですけど、そこに関しては、えっ、ー、と、まあいい歌詞だなと思って。 悲しいとか嬉しいとか関係なく万人に共通する歌詞だと思ったんですよ。幸せや雲の上にとかおしゃれなワード。なのでここはすごい目立たせていきたいなというふうに思いました。まあ、全体としてやっぱり歌詞が特徴的でストレートな歌詞なので、まあ、そこは大切にしていきたいなと思います。